こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は日本三大奇襲の一つ、厳島の戦いについて解説するぜ。厳島といえば厳島神社が有名よね。そうだな。この動画を見ると厳島の戦いについて詳しく知ることができるぞ。それではゆっくりしていってね。毛利元就は1555年に厳島で末春方の大軍と戦い、これを打ち破った。元就はこの時、春方の4分の1程度の戦力しか持っていなかったが、巧みな戦術によって勝利している。この戦いをきっかけに毛利氏は飛躍し、やがて元就は中国地方8カ国もの大使となった。今回は、元就はどうして戦力で劣りながらも末春方に勝利できたのか、について見ていきたいと思うぜ。数で劣る中でも勝利を収めたなんてすごいよね。どんな状況だったのか興味ある。日本三大奇襲とは、戦国時代の特に有名ある岩徳へ奇抜な以下の3つの合戦を指す。日本三大野戦とも称されてきたが、必ずしも野戦に該当しないものも含まれる。そうなのね。野戦と聞くと夜に行われる印象だけど違うこともあるんだ。日本三大野戦は元来、江戸時代の歴史家、来山陽が、文政12年に刊行した歴史書日本外史で日本の歴史上、特筆すべき3つの戦いを選んで命名したもので、以来、以下の3つの戦いを言うようになった。川越城の戦い、北条氏康対上杉則政、上杉友貞、古学坊など、結果北条勢の勝利、上杉友貞の討ち死に、古学坊の北条家の降伏、周辺大名の弱体化、厳島の戦い、毛利元就対末春方、結果毛利勢の勝利、末春方の討ち死に、大内氏の弱体化、桶狭間の戦い、織田信長対今川義元、結果織田信長の勝利、今川義元の討ち死に、今川氏の弱体化、それぞれ少数対多数の戦いであったり、奇抜な作戦などによった類を見ないものだ。桶狭間の戦いは有名よね。歴史の授業やドラマでも見たことがあるから、知っている人は多いんじゃないかしら。厳島の戦いが起こったのは、広島県の厳島だ。厳島の北側には厳島神社があり、一般に秋の宮島とも呼ばれている。日本三景の一つだね。瀬戸内海のうち広島湾に浮かんでいる厳島は古くから海上交通の要だったんだ。赤い鳥居が海の中に浸かって見える風景をテレビや写真で見たことがあるよ。神の使いとされる鹿が厳島神社の周りにたくさんいて、神社には神聖な雰囲気があり、昔から聖域とされる場所だ。平安時代には、平の清盛が日宋貿易の中継地点としていたことからも、多くの船が行き交う瀬戸内海の重要な位置にある。また、日宋貿易の関係から関わりの深い平の清盛は仁安3年頃、厳島神社の社殿を造成し現在と同程度の社殿を整えた。その歴史の長さ、荘厳さから平成8年には厳島神社はユネスコの世界文化遺産に登録されているぜ。厳島の戦いはどこで起こったの？厳島の東側、海に面したところにある宮尾城というところで起こったんだ。厳島の戦いで争った毛利元就と末春方とはどういった人だったの？まず、毛利元就は戦国時代の大名で、三本の矢という話で有名だ。ある日、自分の三人の息子を呼び出すと、それぞれに矢を一本ずつ渡し折らせた。もちろん、矢は簡単に折れてしまった。今度は長兄に矢を三本渡すと、再び折らせようとした。ところが、今度は簡単には折れない。その事実から、一本の矢は簡単に折れるが三本の矢も、束にすればなかなか折れることはない。兄弟力を合わせるようにという教えを伝えたと言われている。その話は知っているよ。有名な内容だよね。そんな元就は、秋の小さな領主の次男として明応6年に生まれた。成人すると毛利家を継ぎ、周防長門の大名であった大内義隆に従いながら、勢力を拡大していったんだ。一方の末春方は大永元年、末氏の次男として生まれた。末氏は代々大内氏の重臣を務めていて、春方も成長すると末氏を次大内氏の重臣となった。末氏はどんな人だったの？春方は戦いの才能に秀でていた。これに対し、主の大内義隆は政治や文化で国を富ませる考えを持っていたんだ。厳島の海にある大鳥居が現在の形になったのも、大内義隆によって再建された時からだ。末春方と大内義隆の関係が良好な間は、大内氏の勢力も拡大した。周防長門に加え、出雲、秋、九州の筑前、豊前と中国地方の半分と九州の一部という広大な土地に影響力を及ぼしていたぜ。秋の小領主だった元就もその影響下に置かれていた。元就にはどんな影響があったのかな？気になるよな。一度の戦いで大内氏が負けると、大内義隆は次第に政治や勢力の拡大に興味を失っていった。
もともと文化に興味を持っていた性格から、芸事や茶の湯にのめり込んでいくようになったんだ。増大する支出は税金を増やすことで賄うようにしたため、大内氏の配下や領民は生活に苦しむようになったぜ。税金で自分の趣味の支出を賄わせようだなんて、ひどい話ね。そんな状況の中で末春方は、主であった大内義隆やその周囲を取り巻いていた家臣と、意見の違いで対立するようになった。そして天文20年、春方は大内義隆に対して謀反を起こすと、殺害し大内氏の実権を握ってしまった。ところが、軍備の拡張を目指した末春方もまた、税を増やしたことで周囲から反発を受けるようになってしまう。反乱で主を討った者が、今度は自分が周囲から反発されるようになったのね。特に春方が目をつけたのは海上交通の要であった厳島のそばを通る船に対し、課税する通行料だ。当時、厳島の海上通行料は海賊であった村上水軍の権利だった。そんな海賊の収入源を奪ったことで海賊にまで恨まれるようになってしまったんだ。大内氏の領民や侍だけではなく、村上水軍にまで恨みを買うような無理な政治を行った結果、安定した領国経営を強いられた。海賊にまで恨まれるなんて、相当ひどい事態だったんだね。そんな春方を見て、大内についていた小領主も反乱を起こした。大内氏の中で混乱が起こると、毛利元就は秋にあった大内氏の領地や城を奪っていった。奪われた春方も奪い返そうと兵を出したが、追い返され膠着状態になったんだ。事態が少し落ち着いた天文24年、抜本的な事態の解決を図るため春方は自ら兵を、引き連れて元就の討伐へ出た。末春方は毛利元就と支流を決するため周防と長門、豊前筑前から集めた将兵2万人の大軍を率いて、毛利元就の討伐に赴いたと言われ、船も500から600艘はあったそうだ。元就はどれくらい戦力を集められたの？5000人程度の将兵を集めるのが精一杯。船も120艘ほどだったとのことだ。人も船も、春方は4倍から5倍の戦力なんだ。まさに少数の毛利元就に対して、圧倒的に多数の末春方の対決となる。でも2万人を集めた末春方と5000人の毛利元就とが正面から戦っても元就には勝ち目はないよね。そこで元就は考えた。狭い場所に春方の軍をおびき出し、背後を襲えば少数の元就軍でも勝てるかもしれない。そう考えて目をつけたのが厳島だった。厳島のような島に大多数の春方軍が上陸しても、狭い島では身動きが取れず大軍の利点が活かせないよね。春方より後から上陸しうまくいけば、少数の元就軍でも背後を襲い勝つことができるかもしれないと考えたんだな。そこで、元就は厳島に船で兵を送った。厳島の東側、海に面した宮尾城を攻め落とすと改修や補強を行って、戦いに備えたんだ。もともと5000人しかいない兵だから、宮尾城に入れられる兵も500人程度しかなかった。おびき出す厳島の宮尾城に500人でしか守れないことも問題だが、それ以上に厳島に春方をおびき出さないと計画は成立しない。そうなると、元就が明らかに不利じゃない？ここから、元就は春方をおびき出そうと契約を巡らすぞ。まず元就は、厳島の宮尾城を手に入れ兵を入れたが、ここを攻められたら勝ち目がないという噂を春方側に流した。いかにもそれが自分の弱点だと言わんばかりに噂を流したんだ。わざと相手に有利になるような情報を出したんだね。それでどうしたの？しかも自分の家臣をわざと裏切らせて厳島に誘導させようとした。春方が厳島に上陸した時点で、元就を裏切り攻撃するそう手紙を書き送ることで、いかにも春方が厳島に行くことは利益になると春方自身に思い込ませたんだ。春方はそれに引っかかったの？まんまと引っかかり宮尾城を攻めるために厳島に向かった。500艘の船で2万人の兵と共に春方は上陸。宮尾城を攻め始めた。宮尾城は海に突き出たところにあり、堅城だから2万人で攻めてもなかなか落ちない。しかし籠城する毛利軍は500人。頑強に抵抗するがすぐに窮地に陥った。それじゃあ元就が明らかに不利になってしまうわ。どう対応したの？春方の軍が宮尾城を攻めたと聞いた元就は夜の闇に紛れて厳島を目指した。しかし、元就軍は船の数も不足していた。そこで瀬戸内海を荒らし回っていた村上水軍に、一日だけ味方になってほしいと頼んだ。村上水軍は小説でモチーフにもなっていて有名だね。味方になってくれたの？ああ。村上水軍も、本来は自分たちの収入源であった厳島を通る船の通行料を、春方に奪われていたので恨みがあったんだ。一日だけ元就の味方になる、という条件を受け入れた。よかった、これで形勢が逆転するね。村上水軍に守られた元就の軍は深夜、海を渡った。その夜は暴風で一寸先も闇が広がっていた。本来ならばとても戦などできないような天候だったが、
元就はこれを神の御籠だ。として出撃を敢行したんだ。元就本隊は島の東側へ回り、小早川隊は西側へ回り込むと、夜の闇と悪天候に乗じて九州から末殿の加勢に参ったと称してまんまと上陸することに成功し、こっそり春方の軍の背後に陣を敷いた。それは相手に気づかれなかったの？ところが春方軍は気づかなかった。春方も、まさか元就が暴風の中の海を渡ってくるとはないだろうと予想すらしていなかった。明け方、元就の軍は春方の軍を背後から襲い始めた。緊張の一戦になるね。一体どうなったのかしら。いきなり背後を突かれ驚いた春方、応戦するよう命令する。しかし、狭い島の中では元就の思惑通り思うように身動きが取れない。元就の応援を知った宮尾城からも、兵が打って出る。春方の軍は挟み撃ちに相総崩れとなった。春方の軍はその後どうしたの？こうなると逃げの一手といった感じになりそうだけど、霊夢の言う通り、春方の兵は厳島から脱出しようと浜に向かった。そこで味方同士が我先に逃げ出そうと船を奪い合う間に元就兵に撃ち取られたり、敵視したりする者が続出した。元も子もない状態になっているわね。中心。広中高兼は、もともと厳島への出兵に反対していた。狭い厳島に陣を敷いて、背後を襲われてはひとたまりもないと春方に進言していたんだ。しかし、抗戦派の主張を受け入れた春方は、高兼の意見を黙殺してしまった。それでも、高兼にとっては、春方は主筋。何としてでも助けなければと彼は奮闘し、何とか春方を逃がした。その場は逃げ出すことができた春方だが、海上では村上水軍が待ち受けていた。厳島には元就兵が、海の上には村上水軍が春方を血眼で探している。観念した末春方は、厳島で自刃。享年35歳だったそうだ。部下の指摘を受け入れないことによって自爆したってことね。今の社会でもありそうな様子だわ。春方の死を知らないまま、高兼はその後も激烈な抵抗を続けたという。しかし力尽き、2日後に隊もろとも全滅し、壮絶な討ち死にを遂げた。春方の首は側近によって隠されたが、元就は春方の草履取りをしていた少年を捕らえると、命を助ける代わりに春方の首の在りかを聞き出し、ついに春方の首を見つけた。元就はそれを3度鞭打ったと言われている。元就が死者にも厳しくしているのが怖いわ。春方軍の死者は4から5千人とも伝わり、これは元就が動員した毛利軍の総勢と同程度だった。つまり、甚大な損害を出したということになるんだね。春方を失った大内氏は、傀儡当主の大内義長も自害に追い込まれ、戦国大名として滅亡した。そして、春方の息子たちも争いに飲まれ、自害することになる。一方、勝者となった元就は周防長門を手に入れると、そこから中国地方を中心に勢力を拡大していき、毛利元就は一代にして中国地方の大名となった。秋の市商領主だった毛利元就は、厳島の戦いを経て戦国でも有数の大大名となったんだ。元就の亡くなった後は孫の輝元が毛利氏を継いだ。そして同じ頃に急成長してきた織田信長と日本の覇権を争うようになっていくんだ。毛利軍の攻撃に不意をつかれた末軍は、大軍のため身動きが取れず、まともに戦うことができなかった。そんな中、宮尾城の兵も一斉に攻撃を仕掛けてきたから、末軍は両サイドからの敵の攻撃にさらされることになる。末軍はその後どうしたの？立て直しが不可能と見た末春方は大本浦へ敗走する。この時、末春方の家臣であった広中高兼が毛利軍の追撃を防ぐために厳島の民家に火を放った。これを見た毛利元就の次男。吉川元春は、敵を逃しても構わない。しかし、厳島神社の社殿を焼失させてしまったとなれば末代までの恥。と、攻めてくる敵がいる中、消火活動を優先させている。吉川元春、男気あふれる武将だね。あれ、吉川ってまさか、気づいたようだな。実はこの吉川元春は広島県出身のミュージシャン。吉川浩二さんのご先祖様になるんだ。東日本大震災の時にはすぐにボランティア活動やチャリティイベントを始めた吉川浩二さん。この男気も先祖から受け継がれているものなのかもしれないな。今ではのどかな雰囲気が広がる戦場閣や五重塔周辺。約400年前に大きな戦があったなんて想像もできないよ。当時の宮島は聖地であり、月経の女性は当該に出なければいけないなど、血の汚れを持ち込んではならない場所だった。やむを得なかったとはいえ、そんな場所で戦をしてしまった毛利元就。元就は合戦の後に、厳島神社の社殿を海水で洗って清め、血のついた土などを当該にすべて運び出させたという。土まで当該に持ち出させたなんて、元就の徹底ぶりがすごいね。しかしその後、毛利元就は再び厳島神社を血で怪我してしまうことになる。
厳島の合戦の後、毛利も隣の嫡男、高本川千正春という武将の接待を受けた後に急死。長男を失った悲しみからか、元就は高本川千正春によって毒を盛られたのではないかという疑いを持つ。そして、和千正春と弟の元家を厳島に監禁。監禁された和千正春と元家は、隙を見て厳島神社の本殿へ逃げ込み、攻め込めば本殿を焼き払うと脅しをかけたとされている。しかし、元就は本殿へ兵を派遣し、和千兄弟を討ち取っているんだ。血の汚れを清めた元就本人がまた血を流させてしまうなんて、再び厳島神社を血で怪我してしまった毛利元就。しかも、宮島全体を戦場とした厳島の戦いの時とは違い、今度は本殿の中での出来事だ。このことを深く受け止めた元就は社殿を再建。現在の厳島神社の本殿はこの時に毛利元就によって建て替えられたものなんだ。ちなみに、厳島神社を取り囲む石垣の中にも、毛利氏の石垣職人が携わったと見られる特徴がある。厳島神社を戦火に巻き込んでしまった毛利元就だけど、その後の対応で厳島神社を厚く信仰していたことがわかるね。毛利家は吉田の小さな領主に過ぎなかったが、元就の代で大きく成長する。元就は厳島の戦いをきっかけに大きく領地を広げることになるが、その元就が不思議な縁を感じて深く信仰していたのが厳島神社だった。でもその厳島神社も戦いの舞台になってしまったんだよね。厳島の戦いは、当時聖域とされていた宮島全体を巻き込んで行われた。そして厳島の戦いで末春方を倒した後、毛利元就は3人の子供に向けて教訓状を書いているんだが、その中に厳島神社のことを書いた条項がある。条項？どんな内容のものだったの？要約すると、私は、昔から不思議なほど厳島神社を大切にする気持ちがあり、長い間信仰している。お式場の合戦の時も、厳島から使者が奥間と戦勝祈祷の巻物を持参してきたので、真意を感じ、奮闘した結果勝つことができた。その後、厳島の要害山に砦を築こうと思って船を出した時に敵の軍船が山荘来襲し、交戦の結果多数の者を討ち取って、その首を要害山の麓に並べた。その時、私は、これが厳島での大勝利の前兆であると思い、厳島大明神の御加護であろうと安心することができた。だから皆々も厳島神社を信仰することが肝心であって、私もそれを願っている。少し生々しい記述もあるが、この手紙は毛利元就直筆だから、当時の元就が厳島神社に対してどういう思いを抱いていたかがよくわかるぜ。戦国時代の一つの習わしとして、大きな手柄を立てた者に感情というものが渡される。感情って何？初めて聞いたよ。当主から家臣への感謝状でもあり、証明書でもあるもののことだ。この感情は厳島の戦いでは、誰にも出されていない。他の末軍との戦いの時には、いくつもの感情が出されているがな。それって毛利元就にとって、重要な戦いとなったはずの厳島の戦いで、感情が一つも出されていないというのは不思議じゃない？いつも以上に奮発してもいいくらいだよね。これこそ、毛利元就軍が末春方軍に勝利していないことの証拠だと言われているんだ。じゃあ、厳島の戦いで本当に起こったことは何だったの？厳島の戦いについて最も古い記録である厳島神官の回想記、棚森草企画書によれば、土佐へ行こうとしていたところへ毛利家の使者が応援要請にやってきたので、来島水軍はそのまま厳島へ向かった。翌日には毛利元就を乗せて厳島へ上陸すると、末軍は一戦もせずに逃げていった。とのことだ。おそらく、海上に現れた来島水軍の大船団を見た末軍は、これ以上戦いを続けることは無理だと思ったんだろう。直ちに撤退しただろうが、なんといっても2万もの大軍だ。広くはない厳島の中で逃げ惑う末軍は、すでに大混乱になっていたはず。末春方の自害もあって崩壊してしまったんだ。それじゃ毛利元就軍は、ほとんど戦うことなく末軍が敗走するという状況になったんだね。厳島の戦いの勝利者は、来島水軍であって毛利元就軍ではなかったんだ。これでは活躍の場のなかった毛利元就の家臣たちに、感情がなくてもおかしくないということだな。じゃあこれまでの元就の話は嘘になってしまうの？厳島の戦いから12年後、毛利軍が伊予の大名、河野家援軍を送っていて、このことについて毛利元就は小早川隆景への手紙を出している。来島水軍は、この時河野家の配下となっていたんだ。毛利元就が、厳島の戦いの恩を忘れずにいたことがよくわかるな。援軍によって負けずに済んだ厳島の戦いだったが、その後の毛利元就の躍進となったことに違いないぜ。毛利家が大大名となったこの一戦は、センセーショナルな話となったら都合が良かったのだろう。だから、おとり作戦に奇襲という話になって、伝わっていったのかもしれないんだ。
ちょっと大げさな話として後世に伝わったといった感じなんだね。嘘じゃなくてよかった。厳島の戦いから7年後に起こった第二次合算戸田城の戦い。一般的にはあまり知名度の高くない戦だが、毛利元就はこの戦でも策を駆使して勝利を収めている。合算戸田城は尼郷寺の本拠地、その防衛拠点となる白河城を落とした後、合算戸田城を包囲し兵糧攻めを開始した。毛利に投降してきた敵兵を見せしめに殺害し、敵の投降を拒否した。これは城内に敵を押し込んで兵糧を消費させるため、尼子軍の結束を崩壊させるために尼子軍の中に離反を考えている者がいるといった嘘の情報を流した。家臣を疑った尼子義久は家臣を静粛してしまい、家臣団の統率が取れなくなっていった。敵の内部がグダグダになったところで、毛利元就は敵兵に投降を促した。今度は食事を用意するなどし、丁重に迎え入れる体制を取ったので、敵兵は次々と毛利に投降していった。その後、兵糧も尽きて抵抗する術を失った尼子義久は、ついに毛利元就に投降した。毛利元就の転機となった厳島の戦いについて説明してきた。この戦いがなければ、毛利氏は小領主で終わったかもしれない。そう考えると、一世一代の戦いに打って出たことがよくわかるな。この後の毛利家は、豊臣政権の後、関ヶ原の戦いで西軍に組みしたことから改易され、領地を大幅に減らす結果となるが明治まで続いた。戦いの結果は紙一重。もし、末春方がうまく厳島から脱出していたら、なんて考えてみるのも面白そうだね。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。最後まで、ご視聴ありがとうございました。